こんにちは。ヤマハ大人の音楽レッスンボーカル科講師の真田静香です。今日は私が思う歌の魅力っていうのをお話ししたいと思います。まずですね、歌っていうのは、楽器がいらないこと、自分の体一つで表現ができるっていうことが歌の最大の魅力だと思います。あとはですね、大きい声を出して、歌うこと自体がすごくこう気持ちが良くて楽しいなといつも思います。で、あとは、一人で歌っても大勢で歌っても本当に楽しいです。例えば一人で歌うときは、こう自分の気持ちをどういうふうにこう表現するかとか、声でどういうふうに伝えていくかっていうことを、すごくいつも考えてステージで歌っています。それもすごく楽しいですし、ヤマハのレッスンだとゴスペルのコースもあるんですけれども、例えば200人とかをすごく大人数で歌ったときに、こうみんなの声が一斉にこうね、大きくなったり小さくなったりしたり、みんなでこう声を合わせて歌うことの喜びっていうのもすごく大きいといつも思っています。ヤマハのボーカル科のレッスンでは、まず歌をこう楽しく歌っていく中で、その歌の中に必要な技術を学んでいくっていうところと、あとはいわゆるボイストレーニングというような、声の土台や基礎をしっかりと作っていくというような、両方をこう同時にやっていくようなカリキュラムになっています。グループレッスンでは、例えばコーラスの練習なんかもしますので、例えば音感が良くなったりとか、あとはみんなでこうハモっていけるような楽しみも増えると思います。今私のところにこうレッスンに来ていただいている方も、高校生ぐらいの方から、上は80代ぐらいの方まで、男性も女性も非常に幅広い年代の方がレッスンに来られています。ヤマハでは、ボーカル科の講師さんもたくさんいまして、ロックがすごく得意な方、あとはジャズがすごく得意な方とか、本当にすごくいろんな魅力を持った講師さんがたくさんいます。例えばカラオケ上手くなりたいなとか、あとはなんかどうやったら歌って上手くなるのかなと思ってるけど、何から始めたらいいかわからないという方とか、とにかく楽しく声を出してみんなと歌いたいんだっていう方とか、たくさん、いろんな方をお待ちしています。ぜひお近くの、ヤマハの会場を検索してみてください。では皆さんのお越しをお待ちしています。